吉本ですね、厳しさで有名だったっていうスポーツで止めてたもんでね、私がエンジンかけてガッて走ってるんだら、それがそのドーンってて、前にあるフェラーリさんぶつかっちゃったんです。ダンディー坂田さんとか、スギちゃん、まあ、長州小力さんとか、一発屋が大暴走とかもね、80年代の後半ですよ、私が呼び戻せるんだから、超バブルな時期で、実際になってみたらね、こんなに辛い商売だから。おはようございます。始まりました。森田チャンネルです。今回は、時吉先生においでいただきました。ありがとうございます。はい、どうも、こんにちは。今、これが、ね、大ヒット。でも本当に Amazon でもずっと売り切れで、大変でした。英文法の鬼百足。簡単に自己紹介をお願いいたします。英文法鬼百足、著者の時吉です。今はスタディハッカーという会社でシニアリサーチャーという役職をやってましてですね、ビジネスマンに英語を喋ってもらえるようになる、そして英語で人を説得できるようになるためのやり方、技術、こういうのをずっと教えてるということですね。で、もともとですね、お笑い芸人になりたく、落語家になりたくてですね、一度実際大阪で落語家の弟子になって、で、クビになって東京出てきて、それで東京でですね、昼は代々木ゼミナールで教え、夜は蒲田のショーパブで勤めながらですね、コンビを組んで、ね、私も相方も、髪の毛が少なくてですね、相方体も濃かったんで、男性ホルモンズという名前のコンビで、5年ほど活動しまして、その後ラジオパーソナリティをやって、予備校講師もやって、で、まあ今予備校講師をまあ卒業してですね、ビジネスマンたちに英語を教えてるトレーナーたちを教える仕事をしてます。予備校で教えてる時に、はい、同じそうです、たまたまね、西村先生のところで勉強してたんですかっていきなり森田先生に話しかけられて、びっくりして「西村先生」ってね、西村先生東京大学、大学院のですね、言語学の教授でいらっしゃいますが、私は東京言語研究所というところで西村先生に認知言語学を教わり、そして森田先生は大学院で、それで指導教官が西村先生だったんで、そこでその大学行ってる時に自由が丘ですね、自由が丘ですね、一緒だったんですよね。そうです。高2高1だったんでしたっけ、教えてたのは。その時ぐらいでしたっけね。どっちかがスタンダードでどっちかがハイだったと思うんです。そうそう、あ、確か森田先生がハイレベルだったと思うんですよ。でもうその後ね、まああっという間にカリスマの道を登っていらっしゃって、いや、すごいな、すごいスピードで階段登ったなと思って見てましたけどね。いや、ちょっと詳しく聞いていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お笑い、落語、なんで落語をやろうと思ってたんですか？あ、高校入学してクラブ紹介っていうのがありますよね、でそこで司会をやってた人がめちゃくちゃ面白かったんですよ。でもうみんなもう新入生が爆笑に次ぐ爆笑で、うわーこういうの楽しいだろうな、人前で喋ってその人の心をつかめるっていいだろうなと思って、でそこの落語研究会に入ったんですよ。で部員僕しかいなかったんですよ、その人ももうめったに来ないです、で僕一人で桂枝雀さんっていう方のレコードずっと聴いて練習したりとかしてっていうような感じでやってて、でぜひ大人になったらそうなりたいな、落語家になりたいなと思ってたんですけど、大学出るまで関西にいましたんで、面白いんですよみんな。こんな面白い人たちが周りにいっぱいいるのに、なんか落語ちょっとやってるだけじゃどうにもなんねえだろうっていうことで、じゃあ何かやるかっていうと、でたまたま高2の時にアメリカにホームステイ1ヶ月行きまして、で、あ、英語っていいな、全然できなかったんですけど、英語っていいなと思って、これ喋れるようになったらちょっと仕事が来るかなと思って、そういう不純な動機で一浪して勉強して、神戸外国語大学英米語学科というところ入りました。浪人はあれですか、どこの予備校行ったんですか？浪人はですね、文教ゼミナールというのは神戸の垂水にありましてですね、代々木ゼミナール系の、まあ、予備校だったんですけどね。で代ゼミの先生もね何人かいらっしゃって、そこで英語にはあんまり目覚めなかったんですけど、世界史で赤坂先生という方がいらっしゃって、この赤坂先生の世界史がめちゃくちゃ面白くて、その物事をドラマで捉える、歴史をドラマで捉えるっていうことでね、私それでいろいろこう勉強になりましたね。話をドラマで捉えたり、話を組み立てて面白くしたりで、その話の裏側に何かもっと真相みたいなものがあって、それが人の金銭に触れるっていうようなのをその時に初めて体得したんですけど、それはこの気持ちとして英文法を捉えるっていう、そういう時にめちゃくちゃ役に立ちましたね。予備高校生で目指すとは考えてはいなかったですか？全く考えてなかったですね。全くなかったんですね。全くなかったんですけど、その時予備校の講師で数学の先生がいらっしゃって、はい、生徒たちが収入とかで噂するじゃないですか。80年代の後半ですよ、私が予備校生だったのは。はい、でそしたらもう超バブルな時期で、はい、あの人月100万ぐらいもらってるらしいぜとかそういうのを聞いて、予備校講師ってのは金が儲かんだなとかってねその時は思ってましたけどね、実際になってみたらね、こんなに辛い障害だと思わなかったっすねいやもうね辛かったな卒業してよかったって思いますよ。はい、弟子入りするんですよね。弟子入りしましたね。はい。言っていいんですか？いや、あんまり言わない方がいい。言わない方がいい。まあちょっと有名なね方ね。吉本でもね一二を争う厳しさで有名だった人なんですけど、もう分かっちゃうけど、はいそうですね、オール巨人師匠かこの人かっていうぐらい厳しい人で、その人の弟子に入ってまあ1年経ってですね。でどうやって弟子入りは自分で志願行くんですか？いや普通そうするんですけど、これなんか私の場合ちょっと変わってまして、志らく師匠の大ファンだったんです。でそのお弟子さんのところに私弟子入り志願して、でまあ断られて、でこのままじゃしょうがないからっていうことでなんか行動を起こさなきゃっていうことで、自分で大阪南にですね、まあアメリカ村というまあファッションの中心みたいなところがあったんですけど、そこで場所を借りて落語会をやる。で大阪中の落語研究会を回って一緒に出ませんか一緒に出ませんかで、南のあちこちに自分でイラスト描いてポスター貼って、売れへん芸人募集じゃっつってまーすって、でそういうのベタ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 貼りまくってたら、なんか面白そうだなっていうことで、NHK と朝日新聞が取材に来たんですよ。で NHK はボツになったんですけど、朝日新聞は新聞の一面のコラムのところにこんなやつがいるっていうことになって、夢を追いかける売れない芸人みたいな感じで出てですね、それでそれが師匠のところに、目に留まって、弟子を通してですね、うちに来てみないかっていう、ああなるほど、入ったんですけどなかなかうまくいかなくてですね、ある日師匠が前の日にこう車を止めて、僕は運転手してたんですけど、その人はまあポルシェとかフェラーリとか豪勢な外車を持ってたんですけど、でそしたら朝ね、師匠がちょっと寝坊しちゃって、でそれを送らなきゃいけないんだけど、早くしろ早くしろっつって焦らされてね、でエンジンバッとかけたら、師匠が前の晩ローに入れたままギアをね、ポルシェ止めてたもんでね、私がエンジンかけてガーってアクセル踏んだら、それがそのままドーン出て前にあるフェラーリにバーンって使っちゃったんですよでクビになっちゃってそれで東京出てきたっていうね当時はね結構深夜番組でも話題になったぐらいですから、はい、弟子がこうやってやったっていう、はいはい、そうですね。まだ師匠はお元気ですけどね、怖くて会えないですけどね、はい、印税で返せばいい。いやいやいや全然入ってこないですよ。もう売り出してもまだまだね、なかなかそのご存知だと思いますけど、印税っていうのはそんなにねすぐには入ってきませんし、いっぺんには入ってきませんからね。年金よりはいいかなって。まあそうですね、出版社にもよりますんでね。東京出てきてでヨゼミに入る。そうですね、ヨゼミのまあ中学グリーン部というところですよね。まあ中学生相手に教えてて、お笑いの道は諦めきれなかったんで、でいろいろアルバイトニュース見ててね、そしたら蒲田の方にショーパブがあると、でそこ行ったらそのショーパブの店長がたまたまドリフターズの加藤茶さんのお弟子さんだった人で、それでコントやってみないかっていうことで、そこでショーパブで相方見つけて、で2人でコントをね夜やって、酔っ払ってるお客さんの前でね34年ぐらいやって、それでコンビ組んで男性ホルモンズとしてデビューして、2002、2003年ぐらいまでやりましたかね。一緒に出てた人たちがダンディ坂野さんとか、伊藤麻子ちゃんとか、スギちゃんとかね、マギー真司さんとか、まあ長州小力さんとか、一発がだいぶ多いですね。だいぶ多いですね。だいぶ割合。ヒゲ男爵とかもね、ヒゲ男爵はよく僕がやってたラジオ FM に出てくれたりとか、当時はまあまだまだ売れなくてどうしようっていうの。だから私の周りの人間はみんな売れるんです。私と森田先生が接したことで森田さんも売れた。なるほど、ありがとうございます。大体僕が付き合った女の子っていうのは、僕と別れた後すぐ結婚するんです。自称最後の恋人って。なるほど、はい、諦めるきっかけみたいなのあったんですか？芸人でこんな仕事やろうぜみたいな、起業みたいな感じで立ち上げたんですよ。だから全然食えなくて、で収入ない、でも仕事はそこでしなきゃいけない、だからもう一切もう金がなくなってしまって、これはダメだっていうことで、ちょっと予備校の仕事真面目にいらないと食えないということで、それやり始めた。予備校の仕事の方が芸人よりは儲かるんで、だからそれでだんだんやってるうちに、なんかだんだんもうウエイトがずっとだからなんかこうフェードアウトしていくような感じで、今日やめる、もうこれ以上一切やらないっていう感じじゃなくて、なんかフェードアウトしてもういつの間にかもういいかみたいな感じになっちゃった。あれですね、もうね、はい、長く縮小とかあんまり名前出したくないですけどねどうだったんですかあれ、大変でしたか？大変ですよ、あそこはいつも大変ですけどいっぱい首切ったわけじゃないですか。はいはいはい。なんで自分が生き残ったのかよく分かんないですけどね。周りどうでした？やっぱり、まあ、周りの方は来年からはあれですよっていうことを言われて、これでえーとかってなって、でもまあしょうがないから皆さんちりちりバラバラにね、すごい私なんかよりも受験のテクニックとか、それから受験のことよく分かってらっしゃる先生とかいっぱいいたんですけど、なんか私たまたまその時映像を積極的にあそこで作ってたんですね。だからそれのおかげで残れたのかなとかって思うんですけど。そうですね、映像になんか力入れるって言ってましたよね。それですごく人気だった人もね、いなくなっちゃうというか首切られてとかっていうので大変なことになってましたもんね。そうですね、まああれは本当になんか大変というか、まあタイミングですけどね、私がたまたま映像やってたから残れたんだけど、本当にいい先生がいっぱいいらっしゃったところですけどね。予備校講師卒業はどうやってやってきたんですか？あそこはいろいろ新しいことをやろうっていうのがいいところで、フットワークも軽かったんですよ。だから従来の授業の枠にとらわれず、積極的に世界に打って出られる人材を育てたり、出てこい未来のリーダーたちみたいな感じのところのグループですけどね文法こんな面白いんですよっていうのをブログでアメーバブログで書いてて、そしたら今のそのスタディハッカーという会社ですけども、そこの社長が面白いで、うちでそのブログ書いてくれって、ちゃんと金払ってくれる人なんですよ、太っ腹ですよね。でその、まあ、社長のもとでじゃあブログ書いてネットで出していただいて、そうこうしてるうちに自分の予備校がだんだんもう縮小で、もう右にも左にも行かなくなっちゃった時に、もういいかっつって、もうここいいやっつって、もう先がなんか全然見えないと思って、まあ見ました、拝見しましたけど、予備校講師なぜなっちゃいけないかというあれ拝見しましたけど、まさになんかああいう状況になっていってですね、で社長に相談して「ちょっと使ってもらえませんかね」って言ったら「いやもうビジネスマンいいっすよ」っつって。いっぱいもう英語勉強したい人いるし、受験だから嫌々じゃなくて本当に必要だからやろうと思ってる人いっぱいいますから、モチベーション違いますよっていうことで、そういう方々がいっぱいいらっしゃるから、そこにまあ行くんだけど、そういう人たちにどういうことを教えたらいいかと、プログラム作ってくれと、でそのプログラム作ったら研修してくれと、でというわけでトレーナーたちを今研修してる。なるほど、じゃあそこからここにつながるわけですね。そういうことです。それは2本目の方で、ぜひ次回へ続くでよろしくお願いします。続きます。では、ありがとうございました。